シドニー水族館で撮影。オーストラリアマツカサウオは、金目大目マツカサウオ科に属する魚類の一種。オーストラリアマツカサウオ族は一絵型。種小名は、ラテン語で、グローリア、マリスを意味する。鱗の並びから英名で、パインアップルフィッシュと呼ばれるが、鱗が鎧を思わせることから、ナイトフィッシュ後頭部、メールフィッシュ、発光機が後方頭を思わせることから、 ポート&、スターボードライト、フィッシュという呼び名もある。クイーンズランドニューサウスウェールズ、西オーストラリアの沿岸に分布する。岩礁や港などの深度6から200メートルで見られる。全長22センチメートル。体は丸く、後ろ向きの鋭い棘のある、大きな鱗に覆われている。鱗は黄色から白で、公園は黒い。頭部は大きく、頑丈な骨に覆われ、 粘液粉がある。粉は丸くせり出し、その下に大きい口がある。歯はあご、口外、すき骨にあり、細く小さい。唇とあごの一部は黒く、下あごの発酵器まで赤い筋がある。下あごの口角にあるへこみには発酵バクテリアが矯正し、口を閉じると隠れる。光は、若菜では緑だが、年とともに赤みがかる。第一背びれは五から七棘状で木膜をかき、 トゲは頑丈で、交互に左右を向く。第二背びれは十二何状。腹筋には、頭部と同じくらいの長さのトゲがあり、直立させて固定できる。尻びれは十一から十二何状。胸びれは十四から十五難状。松笠魚族に似ているが、松笠魚族は、前眼下骨が太く発光器が、化学先端にあることで、区別できる。また、 松笠尾と比べて糞が角張っている。ヒレが小さく、鱗が硬いため、泳ぎは、うまくない。夜行性で、日中は、洞窟や岩棚の下に隠れている。ニューサウスウェールズのフライポイントハリファックス、パークアクアティックプリザーブでは、ある小さな群れは、最低7年間同じ岩棚を使用し、別の群れでも3年間使用したことが記録されている。夜間に、砂地に移動し、 発光器で小エビをおびき寄せて捕食する。発光器は動詞との通信に用いられる可能性もある。発光器の強制細菌はビブリオフィシェリである。この細菌は海水中で自由生活することもできるが、発光器の外では光は弱まる。飼育下では10年生存した記録がある。水中では比較的よく見られるが活動的でないため、発見当初は 嵐で打ち上げられた標本しか手に入らなかった。時折とロール船により漁獲され、観賞魚として人気が高い。かなり丈夫な魚だが、飼育には岩陰とエサが必要である。ありがとうございます。